韓国の新型コロナウイルス感染者が17日午後4時基準、追加発生しておらず、感染者は30人を維持した。同時間、感染が疑われる患者はこの日午前9時の時点より、547人増えた8688人。しかし相当数は陰性判定を受けて、隔離から解除され、 累積陰性判定者数は7980人で午前より247人増えた。検査中は300人増加した708人。